勝った翔富士、左四つに渡り合いました。この形でも翔富士相撲取れなくはないんですが、大奄美が巻き替えに来たところうまく出した、送り出し、新入幕翔富士勝ちました、初日白星。低い当たり翔富士、遠藤も突っ張ります、左四つ、互いに上手はまだ、左四つならば遠藤か、あっと先に上手翔富士、遠藤ここで前回し、土俵がない、寄り切り、翔富士が勝ちました。新入幕左四つに組み合う展開で遠藤に勝ちました。左に動いて上手投げ、翔富士の勝ち、3連勝。下から当たっていく翔富士、今日は一気の出足、ここもこらえる妙義龍、もう一度引きました、押し倒し、翔富士4連勝。左四つ、ハイナを返して翔富士、今日も前に出た寄り切り、5戦5勝。頭と頭一気に押し込んでいった、押し出し、圧倒しました、なんと翔富士これで6連勝。左を差しにいった湘南の海ですが、翔富士の攻めだ、寄り切り、右は最後巻き替えて差し勝ちました、新入幕7連勝。翔富士が低く当たりました、右からの押っつけ、上手を探る翔富士、先に先に攻めていく、押し出し、翔富士中日勝ち越し、新入幕の勢いが止まりません。阿炎もろ手、右からから当たった大野里、翔富士が出る、攻めきった、軍配は翔富士。琴ノ若も踏み込んだ、止めた、前蹴りが琴ノ若、中に入った、翔富士、翔富士が勝ち、11連勝。いい当たり、翔富士、ただ左四つ、止まらず攻める翔富士、巻き替えた、寄り切り、翔富士12勝目。翔富士踏み込んだ、右四つ、朝乃山の形になりました、寄った、朝乃山振り切った、勝ちはなかった朝乃山、翔富士は勝てば優勝の一番、ものにすることはできませんでした。少し足を引きずっています、大丈夫でしょうか。これは翔富士に異変、張っていきました、左四つ組み止めた翔富士、右の上手を引いた、寄った寄った、左からすくって右からをつけて押し出し、翔富士新入幕優勝、見事な相撲を取りました。大阪府立体育会館大歓声、強い気持ちで15日間取り終えました。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して翔富士の勝ち、決まり手は押し倒し。